バルタザール・フープマイヤーあるいはバルタザール・フープマイヤーはドイツの宗教改革者である。初期の最先礼派の強力な指導者の一人であった。バルタザール・フープマイヤーは1480年代にドイツのフリード・トベルクに生まれる。アウクスブルクのラテン学校を卒業。卒業後はすぐに大学へは進学せず、しばらくして1503年5月1日にフライブルク大学へ進学する。 経済的に大学費用をまかないず、一時休学して学校の先生として働くが、1507年に復学し、1511年8月1日に大学を卒業する。大学院に進学後、当時弁論学最高峰のエスプ教授の下、進学の博士号を1512年9月29日に受け取る。大学のチャプレンとして就職する。副レクターまで昇進するが、 断りきれない依頼が来て、1516年1月25日に大学を去り、レーゲンスブルクで祭司として働き始める。フープマイヤーの就任後は、レーゲンスブルクでは50弱の奇跡が記録され、ユダヤ人一層プロジェクトなどでも活躍し、市議会や市民から大きな支持を得る。しかし、フープマイヤー就任により、収入を失ったドミニカン層たちからの反感もあり、辞職する。 多くの人に惜しまれて、フープマイヤーはバルツフートの新しい祭祀の仕事に就く。宗教改革が起こりかけていた、チューリッヒの近くにあるバルツフートで、フープマイヤーはルターの本を読み始める。聖書も初めて真面目に勉強し始める。ギリシア語とヘブル語はもともと読めたが、ラテン語も勉強する。ルターよりツビングリの見解により共感を持ち、1521年には、 チューリヒへも足を運ぶ。エラスムスにも会う。そこで聖書を真剣に勉強して命をもいわず神様にかけるプロテスタントを見てフープマイヤーも宗教革命に身を投じていく。フープマイヤーはツビングリとその生徒たちと聖書の解釈について熱く語り合った。特に幼児洗礼は聖書になく歴史上人間の都合で行われていた儀式であることや 大人の洗礼を行う必要性など合意していた。しかし、当時、幼児洗礼によって、子供の出生登録、市民登録などをシステム化していた国だったので、ツビングリやルターなど政治との絡みが強い、プロテスタントは身を翻し、ローマ帝国に従い、聖書に書かれていることを無視し、幼児洗礼の正当化をするようになる。その時から、フープマイヤーなど幼児洗礼が、 聖書に基づかないことを訴えるプロテスタントをアナバプティストと呼ぶようになる。アナバプティストは2回目の洗礼をすることからそのように呼ばれるようになった。大人として信徒になってから洗礼を受けるように訴える点が同じなだけで色々いろいろな見解を持つプロテスタントがアナバプティストという名のもと位からげにまとめられていた。アナバプティストはプロテスタントと認められず、 カトリックとプロテスタント両方から迫害を受け、アナバプティストになると、当時は、火炙りか、川に石をつけて沈められて処刑された。プロテスタントやカトリックはこの刑を、三度目の洗礼と、呼び、先または、水で清める刑とした。フープマイヤーは、政治ではなく、聖書を取り、最後まで、聖書の教えを訴えた。1528年3月10日に、火炙りで処刑された。 三日後、妻のエリザベートが首に石を巻きつけられ、川に放り込まれ処刑された。この時代には珍しく、三位一体論を唱える、神学者であった。所有物共有は、聖書の使徒行伝で一度きり起こったが、他の箇所では言っていないため、フープマイヤーは所有物共有に対して強要せず、絶対必要なクリスチャンとしての決まり事ととはしなかった。フープマイヤーは、マリアの像など取り払い、 マリアに祈ったりはしていなかったが、彼の著作に数回、マリアの名が出てくる。プロテスタントの割には、マリアに対しての強い憲法は持っていなかったようである。フープマイヤーの命をかけた伝道説教、著作のおかげで、現在宗教の自由があり、聖書通りに解釈することが自由となった。彼の偉業により、先例についての進学が切り開かれ、特にバプティストにとっては、 フープマイヤーはヒーローである。高橋博史最先例派の教会館、スイス教大団を中心に、19ページ。キリスト教学21から19。ウォルター・ラウシェンブッシュ・ポール・ラウシェンブッシュ編。山下義近役。キリスト教徒社会の危機。教会を覚醒させた社会的福音信教出版社。2012年、469ページ。 4億4千 4, 4万 725X ハット、フープマイヤー、ブリタニカ国際大百科事典小項目事典。AB、フープマイヤー、世界大百科事典、第2版。ありがとうございます。